第3章。まあ静かに聞いてください。佐野松の死んだ明くる日、あっしがあの辺りを調べていると、猪松は庭で拾ったというボタン化けを自分の腹掛けの丼から出してみせた。2日も3日も前に拾ったボタン化け、その絵に用と書いてあるのをそれまで隠しておいて、あっしに見せたのは念入りだ。ボタン化けは紙に包んでお守りのように大事にしていた。そんなバカなことが人殺しの証拠か。モンドはもう一度激しく突っかかるのです。まだありやすよ。佐野松を殺したカミソリはここにある杵太郎に疑いをかけるようにできていたが、どんなバカでも自分の持ち物とみんなに知られている刃物で人を殺し、それをその場に置いてくるものはねえはずだ。そのカミソリが庭石のそばに突き刺し、半分頭を出して見てくれと言ったようになっていたが、その石の裏側にはカミソリが隠れるほどの深い穴があった。実を言うと、あっしが知らん顔で見ていると、その深い穴の中に隠れていたカミソリを抜き出して、同じ石の裏側に半分ほど差し込み、あっしに見せてくれたのは他ならぬ猪松だ。まだある。猪松の言ったことはみんな違っていたばかりでなく、その様子にも変なことが多かった。あっしと八五郎が三崎町の茶屋の裏でお洋さんと杵太郎さんが話しているのを立ち聞きしたとき、表の方にも一人それを聞いていた男があった。その男というのは他ならねえ猪松だった。あっしと八五郎が蛍沢へ来ると一足先に帰って身なりまで変えて済ましていたが、あっしの目に狂いはねえ。猪松はお洋さんと杵太郎さんを見張っていたんだ。もうよそう平次、そんなことが人殺しの証拠になるだろうか。バカバカしい。鈴川モンドは平次の持ち札を読むとすっかり安心したものか、頭ごなしに平次をやっつけるのです。いや、もう一つある。ゆんべの火事は杵太郎さんとお洋さんを焼き殺そうとした付け火だが、あの離れには外からしんばり棒を買って中からは開けられねえように仕掛けてあった。え？鈴川モンドもさすがに平次の軽眼に驚いた様子です。人の住んでいるうちの雨戸へ外からしんばりを当てるのは容易のことじゃねえ。外から当てたしんばり棒はすぐ外れるからだ。ところがあの雨戸には誰の細工か外からのみで深い刻みを入れてあった。おとといまではそんな細工はなかったはずだから、昨日のうちに誰かが雨戸のかまちにしんばりをかませる細工をしたにちげえねえ。昨日あっしはその細工を見たから、杵太郎さんの代わりに八五郎を入れた。そうして雨戸はそのままにして、中から窓の格子を3本まで外させ、いざといえば窓から飛び出せるようにしておいた。八五郎が火事の最中窓格子を蹴飛ばすと、格子は要の壊れた扇のようにバラバラになって口を開いたのはそのためであったのです。親と子第一章。もうたくさんだ、バカバカしい。鈴川モンドはなおも抗議しますが、平次の論告に言いまかされてさすがに激しくも突っかかってはきません。前の日雨戸を直したのは猪松だ。これでもまだ確かな証拠は一つもねえというなら、もう一つ動きの取れねえ証拠を教えてやろう。ゆんべこの平次は離れに火をつける男の姿を向こうの森の下で見ていたんだ。その男は離れの参謀に積んだ枯れ芝に火をつけて、離れの四方を回りながら吉芸のように踊り狂っていた。わしはすぐ飛び込んできた。いや、飛び込むつもりだったが、途中にお屋敷の塀があり大きな池もあった。地形用でも大回りに回ってくる間に火は燃え上がって、どうすることもできなかった。その男は踊り狂ううちに物につまずいて倒れたはずだ。膝頭をひどく打ってしばらくは起き上がれなかった。その男の膝頭には間違いもなく打ち身の傷が残っているにちげえねえ。ハチ、何をグズグズしている。おめえの鼻っ先に火付け人殺しの大罪人がいるじゃねえか。それ平次の手が上がると八五郎が動くのと猪松が逃げ出すのと一緒でした。
まことにそれはとっさの出来事です。体がよくて敏捷な猪松は一歩先に庭へ飛び出すと、生垣をひとっ飛びに千駄木の往来に逃げ出します。やろう。八五郎はそれを追いました。ご主人、あの通り千駄木には八方に網が張り巡らされている。猪松が縛られるのはもう間違いはねえ。この辺りで本当のことを話されちゃどうだ。ご主人、猪松が逃げおせると思ったら大変な間違いですぜ。あの通り。指さすあたり、木立を脱い、田んぼを横切り、猪松一人を追って、思いもよらぬ捕り物陣が千駄木を舞台に発展してゆくのです。もういい、平次親分。鈴川門戸の顔は苦渋の色がみなぎり、その端正な額は歪むのです。あっしにも大方の見当はついております。ご主人はどうしてあんなに猪松をかばわなきゃならなかったか。思い切って申しましょうか。ご主人と猪松は切っても切れぬ親と子。もういい、平次親分。私はみんな白状する。田の松を殺し離れを焼いたのはこの私、鈴川門戸のやったことだ。猪松をいじめるのはよしてくれ。この通り、私はもう覚悟をしている。門戸は脇差しを後ろに押しやると、両手を後ろにして静かに眉を垂れるのです。お知らせでもそう言われるでしょうな。それは言うまでもない。よっ、八の野郎またしくじやがったな。はやはや。平次は縁側に出て伸び上がりました。千駄木の森の上にバラバラと集まった七八人の取り方、八五郎を中心にざわざわとこちらへ引き上げてくる様子です。第二章。帰ろうか、八。八五郎が戻ってくると、平次はもう立ち上がって帰りの支度をしているのです。その前に座った鈴川門戸は膝に手を置いて、地頭でも務めるように慎み慎んで差し控えます。もうさっきまでの高ぶった景色などはみじんもありません。くせ者はどうしたもんでしょう。どこへ潜ったか分かりませんが、このうちの八方へ張らせておきゃ、どうせ出てくるに決まっていますがね。生き物は因果と、腹も減れば喉も渇く。八五郎にしてみれば、突然消えてなくなった猪松はあまり遠くないところに隠れているに違いないと思い込んで、少々を主人の門戸に当てつけたのです。あまり賢くないようでも、八五郎には長い間の経験で体得した一つの鋭い勘があります。もういいよ、俺は下手人を探しゃ気が済むんだ。縛るか縛らねえかはその日の出来心さ。呆れたもんですね。だから笹野の旦那もそう言いましたよ。平次の勘は恐ろしいが、ものによっちゃあの男に任されねえこともあるとね。親分が気が進まなきゃ死が縛っちゃいます。猪松は確かに下手人でしょうね。親分、八五郎にしてはここまで追い込んだ癖者を逃がす平次の押しの弱さが歯がゆくてならなかったのでしょう。佐野松殺しの癖者は猪松じゃねえよ。そんなに驚くことはねえ。下手人は分かっている。火の燃え上がるのを見て踊り狂って膝小僧を怪我したはずだ。おめえがどうしても下手人を縛りたかったら、千駄木中の湯屋の番頭に頼んで、膝の下に怪我をしている達者の男を探すがいい。もっともおめえみてえに湯の綺麗なやつもあるというのか。あいつは大笑いだ。町の入り口出口に席を構えて、通るほどの男の膝をまくり上げてみるか。平次はそんなことを言って草履を突っかけるのです。そこにはもう杵太郎もおようも間が悪かったのか、姿を隠して顔も見せません。銭形の親分。鈴川門戸は後を追って庭木戸のところまで来ました。まだご用事で。あっしの方にはもう用事はねえんだが。ああそうそう、猪松が戻ってきたらしばらく上方へでも行って修行してこいと言ってくださいよ。親分、この通り。鈴川門戸はこの時初めて庭苔の上へヘタヘタと座り込んで平次を拝むのです。あの高慢な男がそれさえもおのおの仕草の一コマのようで、
平次はともかく八五郎はたまらずにプフッと吹き出すのです。親分、私という人間は芸道に打ち込みすぎました。そうして女というものの心持ちがわからなかったんですね。一言もない、平次親分。世の中にゃ女の心を知りすぎて芸事といや鼻へ小よりを入れてくしゃみをする芸当しか知らねえやつもいますよ。この八五郎みてえに。何のことです、それは親分。何が何やら分からずに八五郎は聞き返すのです。第三章。これはどうしたことなんです親分、わしには見当もつかねえが。千駄木から戻ってくると女房のおしずを走らせて三合ばかり買わせた平次は干物かなんかかじりながら当然としたところで八五郎に問いかけられました。酒は二人とも強くはなく、三合組み交わすと八五郎などはもういい加減めでたくなりますが、酔いは発しましたが、この間から悩ませられた蛍沢の剣が頭の底にこびりついて離れなかったのです。おめえは口だけは硬えな八。へえ、ゆるいのは財布の紐だけで、いつもおばさんに小言を言われますよ。八五郎はそう言って自分の懐中をのぞいて財布の紐の存在を確かめると、両手を宙に泳がせながら得意げな顔をするのです。それなら下手人を教えてやるが、間違っても人に言うな。へえ、それはもう大丈夫で、石を抱かされても言うこっちゃありません。実はな、佐野松を殺したのは鈴川モンドだよ。そんなバカなことが親分。八五郎は肝を潰しました。鈴川モンドの自白を聞かなかった八五郎にとってはこれはあまりにも予想外な話です。おめえが驚くのも無理はねえが、自分の後まで継がせようと思った大事の弟子が女房同様の目かけと不義をしているのを見て、鈴川モンドはどんな心持ちだったと思う。そんな心持ちはわしには覚えがねえから分かりませんが、おめえに覚えがあってたまるか、バカだな。ええ、そのいたずらもんのおようが腹立ち紛れに飛び出すと、つい目と鼻の間の谷中三崎町に巣を構え、相変わらず佐野松と合い引きをしている。それも見えねえところでやるのならまだしも、妙な細工をして自分のうちの離れに引きずり込み、散々ふざけているのをあの高慢で見識ばった鈴川モンドが黙って見ていられるだろうか。なるほどね、佐野松というのは芸は大したものであったにちげえねえ。その辺の人に聞くと、いずれは師匠をしのぐ名人になるだろうと言われていたそうだ。元の主人をしくじって同流の人からも白い目で見られるようになっていた鈴川モンドは、弟子の佐野松と杵太郎を立派なものにして同流の人たちにはっと言わせたかった。悪評の限りを浴びながら精一杯に弟子を取り立てているし、二人とも大した男っぷりなのが災いして、もろくもおようのいたずらに引っかかり、恥ずかしい合い引きを化け物ごっこのつもりでやり通している。それを見て一番腹を立てたのは鈴川モンドのせがれの猪松だ。俺は下なんじゃありませんか親分。いや、本当の親子だ。わけがあって鈴川モンドのこと名乗れなかったかもしれねえが、それよりも猪松は聖徳の不器用で、どうしても芸が覚えられなかった。芸道で立つ家にとって下根の子ほど厄介なものはない。もっとも子供の時から親の元を離れて里親の手で育てられたせいもあるが、ともかくも芸を継ぐことのできねえものは自分の子で自分の子じゃねえ。そういった厳しい考えを鈴川モンドは持ってきた。第四章。銭形平次の話は続くのです。猪松は芸は下手で父親にも可愛がられなかったが、正直者で気一本な男だった。その一徹者の猪松に睨まれて、おようは怖くってしようがなかった。つい二三日前にも猪松は三崎町へ行って、おようの部屋の格子を釘付けにしたりしたので、おようは用心棒におめえを呼んだ。一方猪松にしちゃおようが若作りにして
佐野松のところへ通うのが尺に触ってたまらなかったし、父親のモンドの怒りも容易でねえことを知ったので、格子を釘付けにする気になったのかもしれねえ。そんなことですかね。八五郎にはまだ飲み込みかねるものばかりです。そんなことが積もって、鈴川モンドはとうとうおようと佐野松を殺す気になった。雨戸の細工は心得ていたので、すぐ開けて入ったが、その晩おようは来ずに、佐野松一人待ちくたびれて眠っていた。自分の大事な弟子ではあるが、女を待っている姿のだらしのなさについ、殺す気になってしまった。でもあのボタンバケとカミソリは。八五郎はまだそれにこだわっております。ボタンバケは芝居っ気のあるおようの細工で、うっかり落としたのを猪松が探し出したまでのこと。カミソリはあら少し難しい。モンドが佐野松を殺したのは、キネ太郎のカミソリじゃなく他の道具だ。庭石のそばに深く埋めてあったのを猪松が見つけて、父親を救うためにそれを隠してしまい、こいつは行き過ぎだが、その代わりキネ太郎のカミソリを盗み出して、同じ庭石のそばに今度はわざと半分頭を出して差し込んでおいた。不定野郎で。父親を助けたかったんだ。その後で三崎町へ行って覗くと、おようは今度はキネ太郎を引きずり込んで、あの有様だ。おめえも見た通り。あまもう太すぎますね。あの女はそういった女だ。それにモンドに放り出された恨みもあるんで、弟子という弟子をみんな迷わすつもりだったかもしれねえ。すると雨戸に外からチンバリを当てる細工をして、おようとキネ太郎を焼き殺そうとしたのは。それは猪松が、放っておきゃ父親がそんなことをするに違えねえと思ったんだよ。ええ、すると。幸いキネ太郎はおめえと入れ替わって助かったが、モンドもこれ以上は諦めるだろうし、猪松も当分江戸へは消えるめえ。おようはうんと脅かしておいたから、当分は千駄木を鬼門にして寄りつく気づけはあるめえ。平次の説明はかゆいところに届きます。膝を怪我したのは。離れへ火をつけた猪松だよ。自分の膝がどうかしているなら、主人のモンドはそれを俺に見せねえはずはねえ。せがれの孝行が身にしみたようだ。驚きましたね。どうも。俺も驚いたよ。こんなバカバカしいことがめったにあるわけはねえ。それにしても芸道も大事だが、女房の気も知らずにいい男の弟子ばかり可愛がったり、本当のせがれを下男扱いにするなどは、人間の心持ちに外れたことに違えはあるめ。おようはいい年までしたね。あっしなら毎日朝に晩に拝んでやる。バカだな。二人はとうとう笑い話にしてしまいました。野村古道作、銭形平次捕物控えより、美少年国、書室放置新聞、昭和28年、1953年8月より、読み切り。ご視聴ありがとうございます。